サーカス見えてきました。あの辺あとちょっとですね。サーカスアイロス。休憩時間です。というわけでサーカス見てきました。ちょっとね外にすごい雨が降っててサーカス見た感想みたいなの撮れなかったので翌日にね歩きながら少し感想を喋りたいと思います。そうで肝心のねショーの方はどうだったかっていうと第1部前半始まってからしばらく続いた演技がね結構本当に技を何もやってないようなエアリアルとかそういうのが続いてで馬の調教師とかも表情も死んでる感じで馬もほとんど歩いてて馬が可愛いだけみたいな感じだったりとかちょっとこれこのまま見てるの辛いなと思ってたあたりで、まあ、今回ねそのチケットを招待してくれたチリからのディアボロプレイヤーがいて、まあ、彼がすごい盛り上げて、まあ、4ディアボロまでやって、まあ、ミスもほとんどなくてっていう感じでそこで客席もやっとすごい盛り上がってそこからねその次にホイールオブデスっていう結構大きいサーカスの演技があるんですけどそのホイールオブデスも盛り上がってっていうことで、まあ、2部のアーティストとかね、まあ、ちょっとまたクオリティがある程度見られるようになってその2部を見てねやっとあそっかって気づいたんですけど1部で最初にね出てなんかやってたのは多分全然あれ本業じゃない人たちがやってたなっていう、まあ、場合によってはねアーティストがこの前半の時間を埋めるためになんかもう一個やってくれとかねそのシャンデリアにぶら下がって何かやってくれって特にできることあるわけじゃないけどぶら下がってポーズ取るだけみたいなね。でもしかしたらあのもはやアーティストじゃない人まで出て例えばねそのダンスとか衣装着てみんなでこうふわふわ立ってるだけだったりそういうのもいたかもしれないっていうね。でもねそれもこういう小規模中規模のサーカスでよくあることといえばよくあることなんですね。まあシンプルに言えばその人手不足予算不足とかそういうところになってくるんですけど、まあ、そこからねまた学ぶこととか思うこともいろいろあって喋ってたら看板がありました。出演してたチリのアーティストとかとも話したんですけどスケジュールがそもそもハードなんですよね。あの毎日2回ダブルショーがあってで1回のショーは2時間半ぐらいとかねライプツィヒは3週間ぐらいいるらしいんですけれどもその中で休みの日ゼロです。毎日ダブルショーがあって、まあ、唯一クリスマス12月25日だけはショーが1回だけだった。そのショーが1回の日がオフみたいなそれぐらいの勢いでね。あとはもう来たらテントを組むとかバラすとか全部それもアーティストたちも手伝ったりするしもうショー以外のことは何にもする時間とか余裕がないですよね。あるオープニングの後のアーティストとかは自分の演技が終わって退場するところのカーテンのところでポーズ取って帰っていくときはもうカーテンが閉まりきる前にこのポーズしてたところからもう巣に戻ってスッて後ろに帰っていっちゃったりとかもうただ仕事でその場所をやってるっていう感じのクオリティになっちゃってたまさに、ね、でもある意味ね生きるために生活するために選択肢がないっていうような状況ですよね。こうやってね実際にそこに出演しているアーティストとかと話すことでどれぐらいの条件で仕事をしているのか出演料とかいろんなことを含めてねで自分がまた別のオファーをもらった時にそれが適正なオファーかどうかちょっと理不尽なのかどうかとかねもちろんそれは自分がどれぐらいのオファーをもらえるかっていう話にもよるんですけれどもそういう業界の基準みたいなのがいろいろ知ることができるっていうのはね大事だったりするので今日はねライプツィヒでサーカスを見に行った感想の回でした。というわけでねご覧いただいてありがとうございました。良い一日を。